ファンになりきって女性ファンにあのクリスマスプレゼントというか何かこうコメントをいただければと思うんですけど、ルルーシュになりきってってことですか。はい、なりきって世の女性に、ええ、終わったら連絡もらってもいい。いやいや、おい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 、俺今から大滑りするところ見ろ。どう立ち回っても大滑りすんねん。あ、そうやろ、うん、だから俺はもうだからそれを刮目しろ、はい、我を愛せ。大滑りやろ。分かりやすい、分かりやすいやろ、うん、すごい分かる。でもルルーシュがギアスをかけて世の女性すべてをこう自分のものにってなったらそういうこと言うかなと思いまして、僕は昨日はあの、まあ、1日仕事して朝の5時まで番組の忘年会があったので、今日はまあこれを仕事して家に帰ってコードギアスの劇場版見るぐらいですね。まあちょっと言うと、まあ、ちょっと井上と差がありすぎるんで、ちょっとここだけはちょっとすみません、あのやめておきます。はい、あの僕はあの冗談っぽく言ってるんですけど、あの本当に井上が普段泣いてる、いた。これもうガチモンのヘルメットやから、激痛走っとるからな、お前。すまん、ちょっと、もうイラッときたから。初めての件や、もうここを殴られて膝痛かった。初めてや、神経がここに通ってんねやな。すまん、ちょっと、でも本当に井上さんこれ本気なので、ぜひ皆さん、あの本当結婚詐欺狙ってる方ぜひ、うん、めちゃくちゃちょろいと思うんでね、ぜひ井上さん来なさい、財産を持っていけ。じゃあお付き合いされてる方まだいないということですか。行ったらクリスマスなんかするでしょうがい。この仕事断ってるかもしれんでしょうがい。断っちゃうんですか。断りません。今はいないです。だから今日とか明日明後日この年内にまず誰かと出会い、まあ、年内はい、積極的に初詣に行こうと思ってます。あと1週間ぐらいしかないですね、年内、うん、もういろんなところに行って求めるって感じで、ね、でも今こうしてあなたと出会い入った入った、ロックオン。安藤さんと出会いしてこの奇跡を見られたな、見られた、個人情報見られた。逃げろ逃げろ逃げろ、すぐやぞ、はい、どこに出会いがあるか分かりませんから、はい、もうここにいらっしゃる方とも出会えましたので、